五条でございます、五条。はい、五条の、この資料館、民族資料館。このね、今日は、どこにあるんですけどね。これ、天長軍150年記念碑。明治維新発祥の地でございます。そんなに書いてあるんだけどね。これ見に行ったんですよ。陽気会社、金剛波羅号、五条市。真っ黒でございます。これは、昔ままかね。どうもそんな感じ見えないんやけど。78675、あの番号なんだろう。製造番号かね、形番号かね。これがね、石炭を装備する。後ろに積んでね、石炭燃やして、蒸気から水蒸気を作って、それであれを回すんですよね、蒸気機関だから。昭和のね、30年代やけど、今で言う、昔で鹿児島本線や。鹿児島本線でね、いつも乗ってたやつ、ボール来ちゃうわ。正月と、それから、夏休みだな。松葉だから、つなぎまでよく乗ったやつな。ここなんか色書いてあるけど、もう消えてしまうとるわね。波羅号の時代。波羅号の命名の由来、この機関車は雄大な金剛山を冒頭走り続け、そのたくましい姿と B86 型の愛称を表すための金剛波羅号と名付けられました。昭和47年10月17日。昭和47年かね。もう、入られへんかね、これ。入られへんか。帰ってきた。あの頃ね、この真っ黒がね、いや、もう煙突から。煙いっぱい出るんでね、本当に嫌やったやつ乗ったら。とやけど今思えばね、乗った経験があるからええか。ほんで、どっかで止まってるとね、船長がどっかで止まってるとね、船長や、あれは、やっちろか。あの、ディーゼル機関車が特急を追い越していきますね。あれがね、みんなね、羨ましくて、おぉ、綺麗。これ、ぐんなわしてるね。78675。景色。いやー、こんな間近で見るのは初めてやな。なんか当時はね、眺めてたけどね、あの、客車に入れたりするのにね、動かし、ピーピー鳴らしてよ。よー、覚えとる。もう横から蒸気わー出てね。これは、JR で走ってたんですかね。真っ黒になります。こんな真っ黒なかったな、なんぼ、ね、石炭で燃やされていても。もう、これ迫力あるわ。あ、すごいすごい。いやいやいや、これはすごいわ。はい、そういうことでありがとうございました。ちょっとこれ見に来たんだよね。これ資料館でございます。民族資料館でございます。はい、ありがとうございました。誰もいなかったんで、さっき入ったんだけどね。誰もいなかったんだけど。ここに書いてあるわ。指定公園の方に。ね、外役地の。そういうことかね、記念にあたって修復書きましたか。はい、ありがとうございました。五条からでした。